お前は竜巻か？本当に十分なのか？猫をいじめたことが可能か？僕、悪みはありませんでした。お腹をすかしたネズミを見て施しをしたよね。ドイツ軍を分け与えていたのを見たの。良いことをしたな、許してやるか。先へ進め。一度お許しが出たからといって愚か者め。お前はお母さんの靴を盗んだだろうが。盗んでいません。ただ遊んでいただけです。でも、お母さんを助けてる姿を見たよ。お尻が来たとき、しっかり吠えていたぞ。やるときは、やるんだな、よかろう。ここをどこと思ってるか？はしゃぎすぎだぞ。お前はご主人に黙って家を抜け出したことがあるな。あの時は女の子の声が聞こえたので、ふい。それは女の子がノラに絡まれていた時だったね。勇敢に大きなノラ犬に向かっていたよ。忠義か正義か、まあよしとするか。竜太か？よくぞここまで無事に来れたな。お前は虫を取って食べただろうが、殺生したな。お腹が空いていたのです。感謝していただきました。あの時は、セミを取ったけど、一匹だけでしたね。もらったご飯は、一粒残さず、きれいに舐め上げてたよ。無駄な殺生はせず、感謝したな。もうっていいぞ。
お前はご主人に隠し事をしていただろうが、お家の庭に穴を掘って何か隠しただろうが、はい、好物のささみジャーキーを隠しました。もしもの時に備えて蓄えをしたんだよね。でもご主人の許可をもらうべし、中堅でしょう。備えを常にか、なかなかすごいな。いけ、匂うぞ。お前は風呂に入るのを嫌がっただろうが、ご主人の親切に感謝しなかったな。僕、水は嫌いです。でも温泉ならいいのです。人の親切を無にするのはいけませんよ。でも風呂から洗ったらしっかり尻尾を振ったね。わかった、感謝したのだな。よかろう。今日が四十九日だな。覚悟を決めとけよ。お前はご主人の食べ物を欲しがっただろうが、はい、ドッグフードより美味しかったのです。欲張って物に執着してはいけませんよ。退屈そうなカラスに声をかけてたね。言葉の施しだね。そうか、地獄か極楽かまだ決められないな。芝居のくせに、とうとうここまで来たか。嘘をついたことがあるな。舌を抜いてやるぞ。おやつ食べたのに、もらってないって言いました。あの時はよほどお腹が空いていたのですね。でも植木鉢を倒した時、正直に謝りましたよ。嘘は一度だけだな。通っていいぞ。
お前は朝からお腹を出して寝ていたな。暑さに負けて仕事をサボっていただろうが。はい、ごめんなさい。でも仕事はしたつもりです。芝居って夏の暑さには弱いんだよね。その代わり夜はしっかり番犬をしていたよね。犬の務めはしたのだな。よし、立ち去れ。お前はお地蔵さんの前で足を上げていただろうが。おしっこをかけたのか。罰当たりな犬め。と、それは違います。石につまずいただけです。ゆうたくんはお家の庭で用を済ませるのね。目についた落とし物には土をかけていましたよ。人の嫌がることを進んでしたとは立派なものだ。弱いくせに近所の犬と喧嘩をしたことがあろうが。大きな声を出して怒っていたな。バカ者め。それは向こうからちょっかいをかけてきたのです。龍太くん、売られた喧嘩でもしてはいけませんよ。でも普段は笑顔でみんなと仲良くしていましたね。本当か？笑顔で暮らしたのだな。許してやる。ゆうたか、どうやら無事にここまで来たな。ここに中堅修行をしたと書いてあるが本当だな。はい、閻魔帳の通りに間違いありません。龍太くんは中堅修行のために巡礼をしましたね。観音さんやお不動さんをしっかり拝んでいましたよ。信心深い犬だな。極楽へ行きたいか。
横乗り心地はどうだ？最後の裁きをしてやるぞ。人間に尽くした忠犬とあるが、相違なかろうな。はい、間違いございません。僕頑張りました。あなたは最後までよくご主人のために働きましたね。あなたが望むならば人間に生まれ変わりますか？嬉しいな。でも僕はこのままの方がいいのです。というわけで僕の大好きな地球に帰るぞ。不思議な旅はいかがでしたか？それではまたね。